ダイマッチをやっております。まず第一ターン、和村さんが10点です。すごい、まとまんのかなあれ。こうなったそうですよ。第3ターン終わって、森本さんが逆に抜いております。素晴らしい。さあ、さあ、タイムターゲット中間まで終わって、現在トップは森本さんです。231。じゃあね、森本さん236。で、こんな感じで進んでるんですが、なんとここで森本さん50点。さあ、これはダントツ抜けていくか。現在トップは森本さん、ビュー329です。楽な点差、森本さんがですね、大破壊ちょっとしてるんですね。さあどうでしょうか、河村選手。お4ロぐらい、いや、もうちょっといいね。すげえな、お、これは来るな。どっちですか。おお、48やんけ。48ですか。48だね。イエーイ。これはここでリードか、かなりの。さあ、残り2つ。第8ターンが終わって、さんは49点を出したんで、果たして河村選手何点でしょうか。さあ河村さん何点で上がってくるんでしょうか。おっという声が出たぞ、おっという声が、おっと、これ向かってくる足が速いということはやはり50きた、50きた、50きた。これおお、いいじゃないですか。でも48か、48なんだな。じゃあこれで48点になってしまう悲しさ。さて、さあ最終ターンどうなるでしょうか。はい、体力燃焼ありましたか。まだですね。はい、はい、スタンバイ制でお待ちください。
OK です。ブルーザイ待ち最終ターンを行います。スタンバイレディーゴー。最終ターゲットになりますが、ちょっと点数を一応、川村さん、一番右のこの川村さんが現在426点、そして2位が森本さん、真ん中ですね、420点、そして織本さん415点。さあこの3人で優勝争いです。大丈夫でしょうか。まあ惨劇が起きると俺優勝なんだけどということで、じゃあ行きましょうか。はい、では重厚カバー外してください。はい、ではサイティング練習を行ってください。セーフティーはかけたまま、トリガーには指をかけずに一度だけでお願いします。あ、これも美味しいですか。大丈夫です、あ、はい、終わりましたらスタンバイ姿勢でお待ちください。はい、はい、ではブルズワイマッチ第10ターン、最終ターンですね、行きましょう。スタンバイレディーゴー。はい、では競技終了しましたら重厚カバーを押してください。セーフティーをかけてください。はい、ではターゲットの回収どうぞ。さあよっぽどのことがない限り川村さん優勝。どうだこれ、
うん、無難にまとめたね。入ってるね、これね。うん、無難に47ね。おお、49、最後半すごいじゃないですか。ありがとうございます。やはりもうオープンで。さあ、森本さんは最後、ああ散りましたね。まあでも2、4、5、4、3か。はい。さあ、ということで優勝は川村くんかな。じゃあ合計とりあえず出してみてくれる。出してみましょうか。473じゃないか。マジっすか。おお。4そうやって書くんだね。そうなんですよ。うん。そして織本さんが49だから464かな。全然悪くねえんだけどな、これ。普通だったら優勝の点数ですよ、これ。463、最後そうですね、織本さんが2、織本森本対決はあのこんなデッドヒートだったんですさあ、ということでよっしゃ、一旦切ります。大野さん顔ばっかりですよだってさ、最後の2発でさ、思わずさ、見ちゃいけないの鈴木さんみたいな、うわっ、マジチャレンジって思ってこれ結構なってるし、一応お願いします。あ、これごめんなさい、自己カバーを外してください。席をかけたままトリガーに指をかけずに最初に狙ったターゲットに対して一度だけサイキング練習を行ってください。今日はセーフです。よろしければスタンバイ制度もしてください。そしてこの手前に小川さんの方が下なんだ。小川さんの方が上なんだ。それではプレート競技を開始します。こうなると何勝負なプレートスタンバイ。ブレスの点数です、うん、レディー、あんな得意になっちゃう。お前からって言われたプレートスタンバイレディー。プレートスタンバイ。あれと一緒に出てたアナログマ。レディ。そう。マジですか。アナログマついてた。いや、今日もアナログマ。アナログマつくことがありますけど。あ、そこだよ。あ、そこだよ。あ、そこだ。プレートスタンバイ。レディ。プレートスタンバイレディプレートスタンバイレディ。
レートスタンバイレディこれ最後ね、はい、まあいいや、はい、新しい社長さんに見られてるなということで終わりました。玉井さんは40、80、172やったかいっす。新しい感じで周りも負けないやつ、負けないやつ、このさあということで終わってきてましたからね。終了しましたね。怪しいのあったけど、どうしたらいいかと思ったんだけど、とりあえず膝に来ても膝がこういかない、接戦です、ね、まあ接戦って言い方はいいですけど、これかなり泥試合ですよこれは。じゃあちょっと先に、はい、じゃあとりあえず優勝小熊さんです、おめでとうございます。